どうも、理系兄弟でーす。今日は4月10日、まあ、今9時24分、朝の9時24分ですね。まあ、普段の兄弟の会話を録音しまーす。はい、始まり。はい。で、さっきの就活？そう。なんか、なんだろうね、その友達がさ、やっぱりこう、企業をどんどん受かってくるとさ、焦りあるけどさ、最近めちゃめちゃ自分のやりたいことと年収見るかとかめっちゃ年収かやりたいことかってさ、やりたいこともそんなにはっきりしてるわけじゃないのよ。なんかその理系だからとりあえずなんて技術職やろうかなみたいなさ。いや、その考えはね、いらんよ。いらん。ああ。なんで、あれなんだっけ。学生時代考えなかった？でも、なんかさ、給料。いや、多少考えてよ。そりゃ給料と、なんだろう。まあ、あと、まあ、僕の場合は、なんだろう、理系以外の銀行とかも普通に考えたじゃん。うん。うん、だからいろいろ考えたけど、まあ、で、最終的に決めたのは、まあ、給料も、まあ、多少あるよね、だから。うん。まあ、そっか。うん。もう普通になんかさ、どんくらいがあれなんかわからんけどさ、うん。忙しさって変わんなくない？言うなれば。いや、まあ、ブラックじゃなければ、どこも忙、あの、なんか、スーパーブラックなところとか除けば、多分一緒でしょ。だよね。なんかそれなのにさ、片や倍の給料もらってって考えるとさ。うん。なんかバカらしくなってこない？いや、バカらしくないよ。だから僕も、なんかあんまりこれがやりたいとかないんだったら全然給料で選んだ方がいいと思うんだよね。ぶっちゃけ。ああ、なるほどね。だってどうせ僕も今働いてる会社そんな、ね、それこそキーエンスとかさ、に比べたら全然、給料低いけど、残業だって全然やるときやるし。うん。そんな多分どこの会社も同じじゃん。結局ね。結局同じだよね。うん、結局やるだけじゃん。で、給料って別になんだろう、能力に比例してるわけじゃないじゃん、あれ。そうね。会社の利益に比例してるだけじゃん。うん。うん。だから、ね。そっか。うん。うん。なんか難しいんだよな。いや、難しいよ。っていうか、うん、難しいよ。ね。うん、なんか一つはさ、うん、まあ、なんだろうね、技術やりたいっていう気持ちもあるんやけどさ、うん、その転職の幅が効くからとかさ、うん、よくあるやん。技術から入ればいつでも営業に行けるみたいなさ、うん、いや技術から入れば営業行ける。でもそこ僕もなんかさ最近のって本当にそうかと思って、うん、いやそうではないぞ多分。なんか技術で入ったら結局営業で取ることも難しいじゃん。取られることも。うん。その営業で入った人はそっちのプロフェッショナルになってるわけだからさ。いや、そうだよ。だからなんか選択の幅が広がるっていう考えで技術選んだらやばいかなと思って。うん。そう、最近他の業種名、商社とか見てるけどさ。いや、選択の幅広げるのは資格とかなんじゃないの？結局だって実務経験が伴わないからさ。まあ、そっか。もうだから資格とかがあるわけで。まあ、資格持ってたとしても実務経験なければ、まあ、そうやって見られるだろうけど。ああ、まあでもそっか。ああ。そうだよな。なんか、遠い将来像を見据えたときにさ。なんだかんだ、文系職の方が楽しそうなんだよな。だったら文系職行けばいいよ。やっぱり？うん、楽しそうだったら。いや、絶対自分が思う方に行った方がいいでしょ。まあ、そうだよね。後悔するでしょ。それは確かに。うん。だって自分で行けるの、最初の一歩踏み出すというか行けるのはもう文系職か理系職かの一個しかねえんだからさ。理系職行って後悔するパターンもあるだろうし、文系職行って後悔するパターンもあるだろうし、そんなわかんなくね？まあね。確かに。うん。
いやだから、一番強いのはどっち行っても、あ、この道でよかったって思えるメンタル。僕はそれを思える。うん。なるほど。うん。で、まあ、もし嫌だ、どうしても嫌だったら別に転職したっていいしね。第二新卒だったら、なんだろう。まだ新卒として、ほぼ新卒として取ってもらえるから、1年目、うん、2年目で、あ、これ全然違うって分かれば、文系職で応募できるよ。なるほどね。うん。そっか。え、第二新卒結構いるよ。まあ、その代わり第二新卒で転職したときに、新卒と同じ扱いで給料も同じになるパターンもあるけど。9時30分です。あ、僕の、時報が鳴った。何時報なんて書いてんの目疲れるんや。だから20-20-20ルールっていうのあってさ。うん。20分で20秒間20フィート先を見るっていう。あ、なんかそれ聞いたな。なんか論文読んでてなんかそんなのあったんだっけ？そうそうそう。Mac 使ってるけどさ、うん、20分設定できないから。30分で？ 30 分で。へえ。時間だったら、20フィートがちょうど6メートルぐらいか。うん。先を20秒間見るようにして。えら。いや、でも結構ね、目改善されるで。へえ。うん。そう。昨日研究めちゃめちゃ忙しくて、そんなんやってられなかったけど。研究忙しいは珍しいじゃん。びっくりした。やばかった。一昨日と昨日で、今までやってた研究のミスを見つけて、お全部やり直しマジでやばくね。さらに月曜日に発表だから資料もまとめないといけなくて。やばくね。うん。でもなんか時報鳴っても関係なしにずっと見続けた。画面を。逆に今日はやんなくていいなの。土曜だけど。うん。頑張ったらできた。終わったわ。なんだそれ、終わったんかい。終わった。やばいやばい、死ぬと思いながら、やってたら終わった。ああ、そう。その代わり昨日のご飯めっちゃひどかったけど。何食った？昼がパスタ。そのパスタもパスタの具材とかないから、うん、醤油にチーズっていうちょっとよくわかんないパスタ。醤油にチーズ。まあ和風パスタでうまく言えば。そうそう、類を見ないぐらいひどいあれなんだけど。で、その後、それ食べてまたすぐ研究やって夜になったら、うん、冷凍うどん。はいはいはい。たぬきの冷凍うどんに、ポン酢。えく、えく、絶対美味しくないな、それ。ふざけんなよ。化け物みたいな食事をしたい。でもなんか、研究への負荷が強すぎて、食事を考えてる場合じゃなかった。あ、そうなんだ。うん。でもそのせいで右目がちょっと痛くなった。ああ。っていう中で、そう、なんか友達から、なんか何々の企業の内定もらったみたいな連絡来て。さらに精神を追い込まれたっていう。いや、別に追い込まれるだろ。だってまだ4月、まあ、?4 月 ?10 日か。うん。まあ、まだだけどさ。いや、まあ、まだだけど、まだだからいいじゃん。別に。まあね。もうここから僕はまだ本格していくのに、一足先に就活終わりにしたわとか言われて。ああ、何？もうその子はそこに行くんだ。そう。決めてほしいんだけど。へえ。それまではなんか一緒にこうか、就活頑張ろうぜみたいな感じで、よくズームで話してたのに、急にいなくなって。何やねん、この感じ。いや、いいじゃん。だってどうせさ、就活なんてさ、早く決まろうが遅く決まろうがさ、決まったら決まったんだからよくね。まあね。そうだけどさ。いや、ほんとよ。もういろいろさ、受けまくって落ちてた方がさ、就活の時期、ああ、いろいろ受けたなー、ああ、いろんな企業あったなーで、もういい思い出じゃねえ。思い出作りで、就活の。いや、それはもう就活を終わらせた人しか言えない言葉で。いや、僕、結構思うんやけどさ、うん、なんかよく言うじゃん。例えば受験勉強はああだったなみたいな。うん。でさ、
いや、あの時はすごい大変だったけど、うん、なんとかこう、ね、乗り越えてみたいな感じの人もいるけどさ、うん、いや、受験勉強なんて言うてだよ、みたいな。言うて、あの一時、てか、みたいな感じで言う人いるやん。いや、僕じゃん。そうなんだよ。僕が高校の時に苦しめられたやつね。そんな受験勉強なんてやってどうするみたいな感じ言ってるのにさ。本人は、その頃はさ、頑張っててさ。いや、でも確かに、あれなんだよね。記憶って美化されんだよね。辛かったこともなんか、あたかも辛くなかったかのようになるのよ。いや、そうなの。それにエグいんだよね。まあだから僕が言ってるのは、ちょっとよくあれかも、ちょっと違うかもしれないけど、だから実際とは。でも就活はどうでもいい。いや、えぐい。本当にえぐいから、それ。本当就活なんてだってどうだっていいもん。えぐいな。いや、でもね、いや、めっちゃ思うのがさ、うん。特に悪いのが、うん。あの、東大のさ、うん。機械専攻のさ、うん。あの教授うん、が、なんかこう、機械専攻に入った時に、うん、就活について言うんだけど、うん、あの、どうせインターンシップなんて全然受けなくていいんですよ、みたいな。はいはいはい。じゃなくて、もっと研究に没頭してほしい、みたいな感じで言うんだけど、で、なんか、先輩とかも全然、なんていうん、その、4月ぐらいになってから、3月ぐらいになってから、こう始めると、うんまあ、全然余裕で決まっていきますから、みたいな。ふざけんなと。現状ちげえぞ。何を言ってんの？何を吹聴してんの？と思って。教授がこぞってみんなそうやって言うからさ。まあでも、教授とかはそうだよね。だってインターンとかなかなか行かせてくんないと教授だっているし。うん。研究室によっては。全然インターン行けなくて、就活も1社2社しか受けられないみたいな人いるよ。うん。でも、なんだろうね。それはどうだろうね。なんか研究超大好きな、大好きというか、研究めっちゃ大学院でやって意味あるんだったら、まあそれがいいと思うけどさ。うん。もう大学での研究なんて、まあ言ってしまえばもう、どうでもいいや。正直そう。どうでもいい。いや、あれ、何がいいかって、あれだよね。まあ、論文読んだりして、まあ、まずベンチマークの能力とかがある。あと、論文書き方っていうか、まあ、そう言ってしっかりした文章を書ける。まあ、要は、論文書くって簡潔に分かりやすく伝えなきゃいけないじゃん。うん。だからそういうのが分かる。あとは、まあ、実験の手法とかが分かる。論理的思考能力が高まるとかじゃん。うん。まあ、そこなんだよね。別にその内容に関してって言ったら、まあその後全然アカデミックとか研究でそれを使っていくってなったら超重要だけどさ。うん。そうじゃなければまあまあまあって感じだよ。そうだよね。日本の場合それが顕著だよね。うん、なんかポテンシャル採用とか言うからさ。いや、そうだよ。本当にそうなんだ。海外はだいぶ違うらしいけど。うん。そうだね。海外はだってそのこれができるっていうのでエントリーして就活するわけだけど。日本なんて、うん、新卒一括採用だからさ。うん。結局なんか地頭とかそういう話になってくるじゃん。そうなんだよ。うん。まあ、それが嫌だったら海外行くで。うん。それが嫌じゃねえんだったら、いや、もういろいろ見てた方がいいよ。てか、今日僕がさっき送った LINE の、あれ見た？ゼロで死ぬ。まだ。いや、あれ見た方がいいよ。うん、もうだからほんと今のうちに旅行とか、しっかりやる。いや、お金をしっかり使うときは、なんだろう、その、経験にお金を使うのがいいよって言ってて。いや、あの動画見た方がいい。確かに。まあ、コロナ開けたら旅行行くわ。いや、開けなくても。なんでやねん。いや、本当に。だからお金がない中でも、やっぱ若いうちに経験として、なんかそうやって使っとくと、まあ、後々の、なんだろう、年取った時の記憶、思い出にもなるし、またはその経験がなんだろう、他のビジネスチャンスにつながったり、自分の、なんだろう、想像力、思考力に影響を及ぼしたりするからね、マジでいいんだって。投資だよ、投資。経験に投資ね。そう。うん、いや、ほんとね。だって、それこそほんと若いうちにやっといた方がよくない？早くやった方が、うん、だって、例えば10歳で、じゃその経験をしたとしたら、残りの人生、まあ、100歳まで生きると勝手に仮定したら90年間その経験を使うことができる。うん。
でもそれをさ、50歳でやったら残り50年の経験、50年間でその経験を生かすことができるんだよ。うん。だったら早いうちにやった方がいい。うん、まあね。で、お金がなくても早いうちにそのお金をしっかり経験に使う。それが大事。わかる、うん、まあ、多分、その経験するときの理解度とかにもよるだろうけどね。いや、まあ、多少よるかもしれないけど、早めがいいんだよ。まあ確かに。もう20過ぎてからは、結構あんま変わんないような気がするので。でも本当だよ。だから僕最近は、お金を、僕の、なんだろう、お金を使う先は、うん、だから旅行とかは全然いいなと思ってて。うん。うん。で今度また旅行、どっか企画してるけど、まあそれも一人10万ぐらいかけてもいいかなって。まあそれは社会人だから言えることだけど。値具高いじゃん。いや、それは社会人だから言えることかもしんないけど、うん、いや学生だったらなんだろう。それこそ僕、アナの飛行機使ったりするからすごい高いわけで。うん、まあ。いや、そうじゃなければ、ね、何、格安航空使ったりさ、うん、全然いいじゃん。学生のうちは僕たちそうだったよ。別に JAL アナ使いたいとかなかったし。うん、今はさ、羽田空港近いからさ、羽田から行きたいのよ。うん。そうするとやっぱ JAL とかアナになるのよ。そうね。でもさ、ほんと学生のうちはもう成田だよね。確かに。もう成田まで行って、もう格安でさ、スーンって行くんでいいんだよ。うん。そしたらだいぶ安く済むからさ、全然旅行行けよ。だって成田までさ、普通に電車で行けば、片道2000円ぐらいでね。まあ、安いよ。安いよ。ぐらいで行けると思うけど。全然安いよ。でも旅行ね、なんかあんまり旅行に僕魅力を見出してないんだよね。じゃあ何に見出してんの？わからん。最近わからん。でもなんか、学ぶのは楽しいなって思ってるよ。じゃあ学べよ。うん。だ今度、あれやし、ロボット作るし。いや、だからさ、学ぶがいいってことはさ、ほんと大学はそれはもう本当に最高な場だよ。うん。だって大学ってまずお金払ってるけど学ぶためじゃん。まあね、で、学ぼうと思えばめっちゃ授業だって取れるしさ、いろいろなんかやれるじゃん。うん、そうね。じゃあもうそれを最大限に活かそう。うん。じゃあ今度、ロボットを作るし。ロボットを作って遠隔操作できるように、パソコン上でソフトウェア組み上げて、電子回路をやって。それだけじゃなくてなんかいろいろサークルとかもあるだろ。入るよ、今からで。あと1年。うん、サークルね。うん。よくね。コロナでさ、多分活動してないやん。いや、きっとしてるのはあるだろ、オンラインとかで。してるか。いや、してるでしょ。探すのもありだけどさ。いや、全然そういうのさ、残り1年ってお金使わなくたってやれることいっぱいあるよ、言ってしまえば。まあそうね。お金使いたくねえというか、お金があんまねえんだったら、それをやるだよ。うん。それか僕は利息、年率 10% で貸し付けてやるよ、ここで。いくらでも。いや、すごい。バカ高い。すごい借金や。まあ、そういうことね。これ。まあ、今日は天気いいから走りますわ。いや、ほんと。いや、僕も走るけどさ、まあ今日か明日か。うん。もうほんとランニング最高だから。ね。じゃあねー。じゃあまた。はい。本日ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方、できたらよろしくお願いします。またツイッターもやってますので、フォローの方よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。